はやとマッハチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。本日は1992年9月19日 FMW 横浜スタジアムで行われた女子対抗戦ブル中野北斗晶対工藤めぐみコンバットトヨタの試合を振り返ってみたいと思います。史上初女子プロレスの団体対抗戦がいよいよ行われます。前女陣営は普段敵対しているブルと北斗が越境タッグを結成、迎え撃つ FMW 陣営は工藤めぐみコンバットトヨタのやはり FMW 最強コンビが迎え撃ちます。ゴングが鳴った瞬間、戦いの火花が激しく燃え盛ります。ブル北斗の目的は FMW 勢に勝利することはもちろんのこと、 FMW のファンを一人でも前女の会場に呼び寄せることです。場内の声援は FMW 勢が大半を占めるものの、ブル北斗への声援も少なからずあります。リングの内外で縦横無尽に暴れ回る両陣営、かつての先輩後輩の関係はそこにはなく、ただ団体のメンツをかけて相手を叩き潰すのみです。一進一退の白熱の攻防は最後、トップロープからブルがダイビングギロチンを工藤に決め試合を制しました。試合後ブルはマイクを持ち FMW 勢と FMW のファンを挑発、工藤は試合が終わってもなお悔しさをにじませていました。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。全国3000万プロレスファンの皆さん、ごきげんよう。さようなら。